通常893ヤクザの世界では親分子分兄射程という絶対上下関係があるんだけども、あくまでも兄弟分ということは同列同じっていう概念でよろしいかと思います。まあ映画やドラマなんかでも兄弟分、まあ昔の感覚でいきますと同じ釜の飯を食うじゃないけども、例えば兄弟分の頼みなら大概のことは聞いてあげる。それがお金のことだろうが、体をかける、要するに懲役にかかるようなことでも犠牲となって、あるいはしてあげてっていう感覚、まあ美談で語られることが多いんですが、そうでもないというか、例えばこれヤクザ都政893の世界にいてある程度経験を積んでくるとぶち当たるのは、兄弟の杯と親分子分の杯の重みはどちらが重いのかということなんですね。親分子分兄射程というのは組の中、要するに組の中の序列の上下なんですけど、兄弟分っていうのは別に誰とどこと本人たちの問題なんで、杯というか兄弟の塵を交わすことはできるわけですよ。現実言うと兄射程でも兄弟杯なんですよ。現実に言うと兄弟ですよね、兄射程でも。このいわゆる私が言ってるのは五分と五分の兄弟分ということなんです。だから兄射程の中でも結局四分六七三ということで上下ができるわけですよ。でも兄弟っていう言い方をするのは本来は五分と五分ということなんです。ややこしいですよね。で、それが組織間を超えてできるわけです。A 組、B 組であったり、仮にそれが兄弟分であっても、ここが揉め事を起こして対立構想になった時に、どちらがって。まあ、ですから昨今になっては、その兄弟杯をするっていうことには、もう上の組の了承を得るとかっていうことになってくるんですが、まあ、なかなか広域か、それと占有かということになると、そういうことも厳しくなってくる。というのは、まあ、私、常々言っておりますが、市区町村、県単位で一本どこの組織があったわけですから、遠い県をまたいで、何か交流をするときにはやはり兄弟分とか兄射程っていう関係があるっていうのはやっぱり揉めなくていい、活動がしやすいっていうようなこと。博打場でもいろんなところに行ったり、旅にかけて相手先方さんのところに行って博打を打つ、逆にお客さんに来ていただくっていうことがあるわけですから、そこにトラブルがないように兄弟杯、兄弟分兄射程っていうことがあったりすると、まあ円滑に行くというシステムではあったと思うんです。で、昨今このもう現代社会、この厳しい状況の中で、じゃあ兄弟分っていうことがどういうふうに機能しているかというと、正直言って五分五分ではないですよね。片方がお金がある。片方が疲弊する。そこにはやっぱり歴然と差は出てきます。やっぱり通常であれば、ある方がない方を助けてあげる。例えば、兄弟分が刑務所に行っている。だったら家族の面倒を見てあげるとか、ある程度はですよ。っていうことは、まあ、立て付けとしては美しいですけど、これだけ疲弊していくとそうは言ってられない。これは資金が潤沢な時だったらそれもできるんだろうけど、自分のことも手一杯となれば、なかなかその兄弟分、その家族のことまでいけるかっていうのがなかなか厳しいんでございますね。自分が疲弊してしまう。そうなると、やはりその兄弟分の中でも上下ができてくる。また、ややこしいのは、その組の組織間での序列大きさが、また同じ兄弟分であっても影響してくる。で、もう一つ、最近で言う兄弟分の中で、まあ一番わかりやすいのは、同じ A 組なら A 組の射程さんが3人いるとすると、その3人は兄弟です。その A 組の若い衆が10人いると10人はみんな兄弟です。その若い衆の中で、頭本部長、頭補佐っていう風になると、さすがにそうなってくると、頭、本部長っていう肩書きで呼ぶんですけど、関係性上は兄弟なんですね。頭の方は通常の若中でも兄弟って言ってあげることもあれば、ただ役付けが下の方だと頭本部長って役付けで言うということですね。やはりその兄弟の中でも差がありますよ。でも公的には3次団体から2次団体に上がってもそれは兄弟と、もうその格が上がった時点で、今まではおじさんおじきって言っていた目上の人たちがそこからもう兄弟ということになるんで、まあ本社勤務になれば、まあ本社のっていうことですよね。そういうような感じではあるんです。一般の会社の序列と似ているんですけど、ちょっと違う。まあそこのところなんです。ね、映画なんかだと兄弟分がとか言ってるけど、あまり、そこがね、なんかなんか最近だとちょっと難しく、でもいいとこもあって、仮に反社会を辞めて仇になっても、兄弟分は兄弟分という認識ですよね。まあ、兄射程もあるか、親分子分でさすがに親父、まあ、組長ごと辞めるってことがあんまりないもんですから、
組ごとやめてそのつながりが親分子分って あの組が解散してってつながりがあるってことはないんですけど、結局別のとこで兄舎弟だったり別のとこで兄弟分だった人間が辞めたり現役でもやはり陰では兄弟だったり兄貴、この兄弟って言ってるのを叩きの人たちが聞くと不思議ですよね。おい兄弟兄弟って言ってるのは我々はなんか馴染みがあるんであれなんですけど、で舎弟分は兄貴のことは兄貴兄貴って言いますけど、兄貴分は舎弟の子おい舎弟とは絶対言わないですよね。ただ兄舎弟の中でもかなり上下関係があるもんですから、本当に兄弟分にすごく近い舎弟兄舎弟と天と地の差がある兄舎弟もあるわけなんで、ここがなかなか難しいところで一般の方には分かりにくい、その親分子分ぐらいの兄舎弟の違いもあれば本当に兄弟分に近いような兄舎弟もあるもんですから、ここは常々私が言っておりますが、何かテレビやドラマ映画なんかで見ると舎弟という言葉がすごくバカにされたような認識で使われておりますが、各組各組織において舎弟という地位はかなり高い、親分の弟さんなんで、親分の子よりも兄貴だから子から見たら当然偉いんでございますね。そこなんですよ。もうチンピラの兄貴舎弟という感覚でいくと、この舎弟さんの私たちも若い衆の時舎弟とは言え、舎弟さんって言い方ですよって、当然舎弟連中とも言えませんから、舎弟さん何々のおじさん何々のおじきになるわけなんで、ただ総称する場合は舎弟さんっていう舎弟会の集まりとか、もうやっぱり一段違うんですね。座る場所も違うければ、要するに自分たちが見た親分と同列に近い方たちなんで、その中から舎弟さんの中でも相談役、顧問、最高顧問と、まあその舎弟さんの中でも順序があるんでございます。でも舎弟さんの中の順序ってそんなに違わないんですけど、若中、若い衆の中と頭と若中ではもう天と地の差があるんですね。ましてや通常ですと、役がついてる頭補佐、本部長補佐となるとやはりそこは執行部に入ったり、頭補佐だと執行部に入ったりするもんですから、逆に言うとある組織では舎弟さんよりも地位が上だったりするっていう現象が起こって、でも最近は昨今見ておりますと、まあ分かりやすいような方式になってきてるようには思います。そのことの用語が分かって映画やドラマテレビなんか見てると、また少し面白さっていうか楽しみが増えるんではないかというお話でした。